さあやっていきます、もしきよシリーズパート34、世界選抜編でございます。どうもアザラシです。ちょっとあの含みのある言い方をしているのはこれなんですね。これあれなんですね、録画失敗しちゃってさっき初戦がオーストラリア戦でそこを撃破して、で次台湾戦でそこも撃破してっていうところまで撮ったんだけど、音がなくて、音が入ってなくてそれは見事な勝ちっぷりでしたよ、日本代表は。しかし残念、もうそのデータは戻らない。やっぱりあれか、ああなんで取るテストをしなかったんだよね。テストせずに入っちゃって、なんか音入ってないまんまの設定でいっちゃって、もう借りる選手決まってます。決めてます。誰を連れていくかは大体今回は上原、巨人から上原。これもう迷う、これめっちゃ迷ってたからそこはもうパパッといくよ。上原と松井、ベイスターズからは石井拓郎、カープからは尾形と尾形。あれなんですよね、ファーストはちょっといい選手がいない、取っといてなんだけど、選んどいてなんだけど。阪神からはね、金村悟ついていけるけど、阪神の選手ついていかないと。遠山からファーストの選手が、ファーストサードが弱い。んで中日からは岩瀬、川上健信いるけどね、まあ岩瀬でしょ。んでちょっと待って、岩瀬と野口を連れていきます。野口茂樹、8勝9敗これで、いや連れていくよ、連れていくよ。ヤクルトからは古田、まあ古田でしょう。ファーストサード誰がいるんだろうな、ファースト、ファイターズから連れていかなくていいや。さあ中村のりと大塚明文を連れていきます。近鉄からはね、西武からは松井和夫、もうこれはもう素晴らしいよ。と、松坂大輔ついていく。大栄からは城島健司、オリックスからはイチロー鈴木、ファーストロッテからは小坂誠と、初芝ちょっとな、福浦連れてきてけど、守備は福浦いいんだけどな。ピッチャーかジョニー連れて行っていい、ジョニー黒木ちょっといいっすかね。こんなとこだな、あと一人誰連れて行きたい、誰連れて行きたい、石井和久か。石井和久だな、左だったら石井和久だな。うん、高津もちょっと考えるところだけど、普通に防御率 5.28 捨てていけねえわな。石井和久です。ではこれで世界と戦ってきます。ほわー、オッケーか。ちょっと待て、なんか違うぞ。近鉄石井博をついていきね。あれ？
このファースト1石って誰だ、どこどど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 この石、え、どこで捕まえた石ですかね。近鉄巨人じゃないよな、あれ石井拓郎じゃない石井だよな、ショートだもんな。え、誰誰、え、お、これだ、ロッテ石井博夫だ。なぜこれを入れた、小坂だっつ、危ない危ない危ない、これは危なかった。どの石井だってさ、石井博がどこにいるかがわからん、どの、ちょっとねショートが多いんだけどね、増井和夫に小坂に石井拓郎にショートが多いんだけど、まあさあ行ってもらいました。遠征費用2,400万円、12人しか出してないからね。これこの組み合わせは変わらんね。結果変わると思うけど。さあ、1回戦第1試合、日本対オーストラリア、実況していこうと思います。実況は私、遅刻アザラシがやらせていただきます。スタメンメンバーはこれ、いじんないとダメなんだよね。いじんないとダメなんだよね。1番はイチローでしょう。1番イチロー、2番松井和夫、3番松井秀喜。で金子誠を最後打ってもらって、4番清宮、5番中村典、6番尾形、7番新庄、8番古田という風な打順にしようかな。いや、ここは城島かな。バッティングで見て城島、うん、バッティングで見て城島で、まあ石井拓郎がね、まあ、セカンドもできる、なんならサードもできるっていうんで、まあ、内野のユーティリティだね。ファーストの甲斐がいないけど、まあ、ファーストの甲斐は小笠原で、外野の控えはまあ坪井一人か、ちょっと少ないけど人数が、まあ、こうなりますわな。やっていきましょう、見ていきますよーって。まずピッチャーはうちのガンちゃんがやってくれるから、ベシッとこう、ガンちゃん出て大丈夫かな、ガンちゃんがやるから。さっきね、間違えて録画した時には分かったんだよ。オーストラリアめちゃくちゃ強い。めちゃくちゃいい選手が集まって、見てくれ、これ、焼きつくないの。スター選手の、スターばっかりだぞ。オーストラリア代表。とにかくやべえのがな、ガーネットなんだよな。ガーネットがいるんだよ、ガーネットがこいつが。オーストラリアのガーネットはもう、半端じゃない。1番イチローから、とりあえずイチローの第一打席見ていこう。ボールノーツー、イチロー、観客席から声援が上がってる。一球見たね、ボールスリー、フォアボールで出たらもう即盗塁だよ、即盗塁させていただくよ。いやー、ただのセカンド。松井打席に入ります。松井そのウグイス嬢の声が球場いっぱいにあれしてるけど、うめえ。松井秀喜ダブル松井、こうしてみるとあんまり大した成績じゃねえな。2割9分に33本って、うちのおバンドの方が即走らせます。松井秀喜は足も速い、焼きつくならね、この焼きつくなら松井も走らせられる。そして4番、日本の4番清宮が、日本の4番清宮がライトフライ、まあチャンスは作った。日本のエースガンちゃんおい、いや新庄の、残念、そこは新庄の守備位置。マンフォード、打率3割6分26本、114打点26盗塁。3割6分って、
98キロ。スローカーブを2球続けたな。城島の粋なリードが。これは勝てんかもわからんぞ。いやスローカーブ、スローカーブ、スライダーの配球か。ストレートだったら三振だったかもしれんね。グラハム打率3割8分56本134打点32盗塁。いや俺は変えないよ、ガンちゃんを。俺はガンちゃんを変えないよ。グラハム、うまいし、ちょっと何やってんだよ。あー、こういうところが、グラハムいないね。手元のあの焼き付くの攻略本みたいな本見てるんだけど、あのスカウトで取れる選手じゃないようだ、グラハムっていう選手。頼むぞ。おお、ダメだ。あっ、尾形の守備範囲を超えていた。エマーソン、あそこでガーネットだけでもアウト取ってる。いや、ここで抑えればチャラ。うわ、サード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 だった。これは負けるぞ本当に。ガンちゃんと心中か。でかいな、犠牲フライには十分だ。いかに強肩の新庄とはいえ、あそこから投げて、まあクロスプレーに持ち込めるだけでもすごい。ディクソン、こいつがまたいい選手なんだ。こいつがまたいい選手なんだ。よし、4点はでかいな。4点は死に物狂いで取りに行かなきゃ。4点だ。チャンス、ノーチャンス。オーガスタ、オーガスト、スタイン、あとマンフォード、フォアボール。グラハム、グラハム怖いぞ、グラハム怖いぞ。さあ、城島のバッティング、レフトフライ。金子誠がキャッチャーフライ、一郎がキャッチャーフライ。うっと、雲行きが怪しいな。オーストラリア強いぞ、このオーストラリア代表は。ガンちゃんとかいうナメプオショータのはいかんか。エマーソン歩かせよう。ハンター勝負、ハンター勝負。うぅ、いや、よしな、いやダメだ、イチローの肩でもさせん。5点差かい。清宮の打席も見ないよ。あ、打った、すげえ、偉い。仲間のりさん偉い。分かった、頼む、分かった。フォーク2球。変化えげつないな、このフォーク。さてはこのフォークナーとかいう選手、フォークがいいな、そういう。おお、やった
さすがや尾形、広島の誇りや。日本シリーズでは無様な采配を晒してしまったが、おお、爆中をしましたね。爆中、爆点かな、前中、前中かな。2点差は分からんよ。ヒット1本打たれたら変えよう。オールジャパンのチームなんだ。ガンちゃんのこのままガンちゃんだけに責任を取らせるには忍びない。ガンちゃんはようやっとる。この強力オーストラリア打線をに対してようやっとる。マンフォード、ライト、マンフォード。さあどんな選手なんでしょうか。ペラペラペラ、ナイス。グラハムって名前見るとやっぱガンダム感が出てくるな。もうなんかこんな適当な顔のやつだけど、適当だからこそ怖さがあるな。なんか得体の知れない怖さがあるな。これはレフトフライでしょう。よしよし、城島、5回の表、日本代表の攻撃。8番キャッチャー城島から、このフォークな、えらくフォーク投げてくるな。それを捉えられればホームランもあり得るけどって感じの。しかし、まあ、フォークはやっぱり絶対的な変化球だから三振も増えるよな。イチローが苦戦してます。ガネット抑えた、ルーファス抑えた、エマーソン、うわ、この三遊間を抜けるんだから偉い偉い。松井秀喜ホームラン、よし1点差。中央ツ、ここ変えた方がいいか。変えた方がいい。さすがに変えた方がいい。先発が多いな。よくない。ちょっと抑えピッチャーをガンガン入れればよかった。立山でいけるか。怖えー。ちょっと待ってくれ。岩瀬で、岩瀬の系統は間違ってねえはずだ。間違ってとしたら立山を投げさせたことかな。いや、ガンちゃんで行かせたことか。ここなんとか無失点で切り抜けてほしい。ここ点入ると思う。これ以上点が入るとかなり厳しいと思う。切り替えていこう。この押し出しもまあ雰囲気は最悪になるけど切り替えていこう。オーストラリアは左が多い。正直こんな場面でガーネットを迎えてこない。打率4割56本146打点のガーネットを迎えてこない。おかしいだろこの成績、4割って。ショートコット、ういなんでだよ。変えるか、もう岩瀬なんか通用し、もうちょっとなんだけど、もうちょっとが全然、もうちょっと抑えられてない。三振が欲しいもんな。さっきのフォアボールもいただけない。いやでも左、次が左だったような気がするから、
後手かな。後手に回った系統かな。これも岩瀬炎上すれですわ。変えるわ、もう岩瀬、岩瀬変えるわ。ハムハムハムと岩瀬の相性が悪かった。プロテクトしてくれなかったから、プロテクトをして、なぜか岩瀬が、まあまあいい、よく俺もあの辺よくから、今年の初めの話だ。大野とかのトレードで、はい、FA で岩瀬がね、プロテクトうんぬんかん、大塚もな絶不調なんだよな。まだノーアウトぞ、まだノーアウトぞ。正直2が重い。よし、新庄の肩、うわ、いや、新庄の肩でもさせんかったか。よし、余裕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 。立山、岩瀬の系統がまずかったのかな。最初から大塚でよかったか。でも大塚もな、そんなにスタミナある方じゃないか、スタミナのある方じゃないかな。こんな回の中盤から素晴らしい、素晴らしい V スライダーでした。ロジャー、こっから6点差逆転、まあ、負けたらもうそれまでだもんな。負けたらそれまでよ、負けたらもうこのシリーズは終了ですよ。もしきよシリーズが終了してしまう。大塚の買いまたぎやめといてよかったか。買いまたぎ、ここでピッチャー交代です。後手後手かな。こんなに打たれて負けるとは。ガーネット、怖い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 、ガーネット怖い、ガーネット怖い、下手したら一発で決まる、ガーネット怖いよ、満塁だよ。おお、ナイス、富山。ここまでは良かったんだ。ここがね。金子誠に代打出します。ちょっと待って。一球目で打たないで。セカンドは替えがいないけど。それでもということで。坪井。終わっちまう。俺の系統が悪かったことによって負けてしまう。立山はすごいナイスだけど、立山はすごい、いやでも、いや、まあ、即通り、よストレート、おー危ねー、一郎頼むぞ、本当に頼むぞ、味方になったイチローというものを見せてくれ。3割7分7厘打ったんだろう。この 3割7分7厘がすげえなって思うけど、ガーネットに負けてるからな。ヒットだ、よし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 、あまりここから逆転できるとは思ってないけど、
できるとは思ってないけど最後に盛り上げてくれればっていうぐらいの気持ち、今はそれぐらいの気持ち。マグダミット、これはいい投手じゃないか。下手したら変化球が多い。マクダミットいます。24歳、超早熟、早め、制球がいいな。変化球はそこまででもない。よし、いける、いける、いける。全部波ぐらいの変化球しか持ってない。即通り。このマクダミットならワンチャンある、ワンチャン。松井秀喜、続いていきたい。松井なら打てるよ、ゴジラなら打てるよ。そんなに難しいピッチャーではないよ。よし、2打席連続のホームラン。これが、これがゴジラ松井なのですね。55番の背番号が眩しいわ。さて、エースマクレガー、誰だ。清宮に荷が重いか、荷が勝ちすぎてるか。誰も清宮ここで変えちゃ元も子もねえんだ。マグダ、え、マグダ見てないの、マクレガー。落とせ、落球、落球、ここね、落球はここね。ノリさん、マクレガーはスカウトのあれに乗ってない、取れない選手。おそらくフォークはここに、ここにフォークとカーブは分かる。どうだろうね、どうだろうね、球この辺。よし、フェンチョク、よし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 、サードいける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 、あい、サードいけない。ツーベースになりました。大型ストレートど真ん中、151キロ。自信を持って投げ込んできてますね。カーブ、ストレートとカーブと、あともう一球落ちる球なんでしょう。いやー、変えていいな。いやでも今変えると V スライダー、縦スライダーが抑えの球か、抑えるというかそのウィニングショット。厳しい、厳しいな、厳しいな。変えるか、ランナー変えるか。今迷ってる、中村典のまま行くべきか、石井拓郎、足速いからな、変えとこうか。ノリさんをピンチランナー、石井拓郎に。これちょっと遅かったな、行って遅かったな。まあでも遅すぎたわけではない、遅かったが遅すぎたわけではない。あの縦スライダー、あの縦スライダーを振りに行っちゃダメだ。いいんじゃないか、